世界は今、ジェトログローバルアイ。アメリカで毎年開催されているバイオ分野のビジネスマッチングイベントがオンラインで開催されました。新型コロナウイルスの抗体検査に関するものなど、新時代を見据えた製品やサービスで世界を目指す日本のベンチャー企業を取材しました。新型コロナウイルスの抗体検査でその技術が使われている企業がある。人などのタンパク質を合成する技術を誇るセルフリーサイエンスだ。実はタンパク質はバイオ分野の研究にはなくてはならない。例えば多くの薬は体内のタンパク質に結合し、その構造を変えることで効き目を発揮する。この企業では小麦の胚芽を原料とし、試験管内で簡単にタンパク質を作ることができる試薬や装置を開発した。今回の新型コロナウイルスのタンパク質を我々のシステムで作ることによって、いち早くですね、抗体用の検査キットを開発することに成功できています。他にもマラリアをはじめ、さまざまなワクチンの開発などに活用され、世界20カ国以上400を超える企業や研究機関で使われているという。セルフリーサイエンスはこれまで国内外の展示会に積極的に参加してきた。その一つがアメリカで開催されるバイオだ。それは世界最大のバイオ分野のマッチングイベント。世界中から大手製薬会社や研究機関など多岐にわたる関係者が参加し、普段は会うことが難しいような相手との商談につながる。今年はオンラインで開催されることになった。バイオに先駆け、ジェトロはさまざまなウェブセミナーを開催。参加企業に向け、バイオ分野で重要な海外特許の取り扱いや、外国企業と効果的な商談を行うポイントなどを紹介した。セルフリーサイエンスは、新しいサービスを売り込むためバイオに参加を決めた。それは製薬会社や研究機関が抗体を開発する際にその品質を高められるというものだ。企業などから依頼を受けた抗体と自社で作った人のタンパク質を反応させる。その数2万種類。そして抗体が作用するタンパク質を特定する。精度が高い解析結果を顧客に報告することで、例えば副作用が少ない薬の開発につながる。バイオに出展し、このサービスを売り込むのが狙いだ。日本に比べると圧倒的にそのマーケットサイズは大きい。特にアメリカが10倍とか、ヨーロッパが5倍とか言われて、メガファーマって言われているような、はるかに日本の製薬会社さんより大きい会社がいくつかもありますし。そして6月、デジタル版バイオが開催された。ジェトロは日本企業の出展を支援。サイト上では業界団体とともに新しい技術を持つ日本企業の可能性を世界に向けてアピールした。Japanese pharmaceutical market ranks second in the global market and is still growing. The Japanese companies are working very hard to contribute to the vitalization of the global bio market.44 Japanese pharmaceutical companies have 732 deals in last 10 years. And so total number is increasing. 出展企業はプレゼンテーションの資料をサイトに掲載し、自社の技術をアピールすることができる。そして専用のマッチングシステムにより、関心がある企業同士がミーティングを約束する。商談はビデオ通話で行われ、効率的に多くの企業と出会うことができるのだ。タンパク質に関する製品とサービスを出展したセルフリーサイエンスは、会期の5日間で14社と商談を行った。アメリカ、ヨーロッパの製薬会社さんですね、中心に数社反応がありました。本当に幅が広いっていうか、いろんなニーズがあって、非常にやっぱりポテンシャルは高いかな。今後は中国などへの展開も加速していきたいという。
セルフリーサイエンスの小澤社長は、今こそ海外展開の重要性が増していると感じている。我々の製品はですね、生命現象の解明、あるいは創薬の現場で、お使いいただくということで、国境がございません。我々が目指すところは、グローバルなニッチでトップをいくというところを考えておりますので、技術の良さを知ってもらうという活動を通じてですね、皆様に我々の製品をお届けしたいと思います。時代の変化に対応した着眼で世界を目指す出展企業は薬の分野だけではない。メガネ専門店のジンズで、とある日本の企業が開発する製品が販売されている。それがこのレンズだ。紫外線の中に含まれているバイオレットライトっていう、目に必要って言われている光を透過するレンズです。お子様のためだったりとかにご購入される方が多くいらっしゃいます。一般的に紫外線は目に悪いというイメージがあるかもしれないが、太陽光に含まれるバイオレットライトには近視の進行を抑えるという研究結果がある。しかし、メガネや建物の窓ガラスの多くはUV カットの加工がされているため、バイオレットライトもカットされてしまう。太陽光を浴びる機会が少ない現代人に必要な光を取り込めるレンズなのだ。開発したのは慶応義塾大学発ベンチャーの坪田ラボ。眼科医である坪田社長は、今近視が世界的な問題になっているという。で、今まではこう近視になったらただメガネをかければいいと言われてましたけども、実はこの近視っていうのは失明の原因になる。ほっといちゃいけないということで、 WHO でも近視をやっぱり予防していかなきゃいけないということになってきました。世界の近視の問題を解決しようと、坪田ラボではさらに時代のニーズに合わせた新製品の開発に取り組んでいる。それがメガネのフレームからバイオレットライトを放つこの製品。太陽光を浴びなくても目に必要な光を取り込めるというわけだ。我々が今開発しているメガネというのは、外に行かなくてもバイオレットライトを浴びることによって近視が予防できるというメガネです。特にコロナ時代になって、ステイホームになってからはさらに屋内の時間が増えて、外で遊ぶ時間が減って、近視がこのタイミングでさらに激増するというふうに言われています。坪田社長、海外展開に向けて協業するパートナーを探すために初めてバイオに出展した。この日バイオに参加した韓国の医薬品メーカーから商談のリクエストが入った。And we are looking for a partner outside of Japan. So in case of Korea, then we look for partner company Korea to run the actual clinical trial. バイオレットライトについて研究データに基づいた説明を受けた韓国の担当者からは、とてもイノベーティブで市場性がある製品と高い評価を得ることができた。オンラインで効果的な商談ができたという坪田社長。他にもアメリカの大手製薬会社など3社と話を続けていくという。日本のテクノロジーで世界の人に貢献するとともに、バイオレットライトのさまざまな製品群を作ることによって、世界中のですね、光に関する健康問題を、解決していきたい、そういうふうに思っています。取材した2社のように、今回バイオに参加した企業の多くは大学発のベンチャーでした。今日本ではそうしたバイオベンチャーが成長し、海外企業との協業でさらに力をつけようとしています。今後の動きに注目していきたいと思います。